まあ、あるまあお店、元芸人がやってるお店があって、で俺後輩連れて行ったら宮迫さんも後輩何人かとこう飲んであって、で俺もその宮迫さんと飲むのも久しぶりで、俺アメトークとか出させてもらうので、うん、もうその後一緒に行ったりもなかったから、はいはい、でもこれまあまあまあええか、だからそれよう聞いてたわけ、その陰で結構言う、うん、言われてんすよ、何宮迫さんが酒飲んだらこうやとか、ああ、ね、はいはい、ほんで、あ、そうな、俺あんま知らんねんって、おうおう、また聞くなみたいなのがあって、で行ったわけ、ほんならマジで聞いてる以上やで、これいうぐらい自慢をずっとするわけおいおいおい、これみんな言うてる以上やんけみたいな、はいはいはい、ほんでまあまあ1時間、はい、2時間、はい、でそれをまあ知ったメンバー、宮迫さんと一緒に飲んでるメンバーは、はい、ほんまやすか、あ、ほはははとかってこうやるわけ、はいはい、